ては旧型インテアルと対決。仙台シビックRがどうしても越えることができなかった壁がこの車だ。2リッターになったからには負けられない。シビックR絶好のスタート。さあついてくるか。吸引手立ち上がりでわずかに離される。いった、おっと危ない。ラインが違うな。ガンさん取れた。コーナーはついてこられちゃうぞ。パワーでは新型シビックRが勝っているが、コーナーは軽い吸引手Rが速そう。ちょっとアンダーダッシュです。重いからブレーキでやられるな。ベストタイムは100分の3秒差。シビックRギリギリで勝利。